将棋頭山山頂直下に立つ遭難記念碑こまがたけ大量遭難事故とは、1913年8月26日から翌日にかけて襲った台風による悪天候に巻き込まれ、こまがたけを集団宿泊的行事で登山中の教員、生徒ら38人が遭難、うち11人が将棋頭山付近で死亡した山岳遭難事故である。後に、 作家の新田次郎がこの事件をモデルとして、小説、聖職の日を表し、映画化もされた。遭難したのは、集団宿泊的行事で入山していた長野県、上稲郡中三輪村の中三輪高等小学校2年生25人を含む、総員38人の一校であった。引卒者は、校長の赤羽長重と部下の宗谷隆史読、清水誠治であり、一校には、 同窓会員の10人も加わっていた。計画では8月26日午前5時に出発、うちのかから行者岩、正義かしら山を経てのが池へたり、中岳の稜線を通って、木曽駒ヶ岳に登頂、山頂付近で八重市、27日午後に下山、帰港の予定であった。折足区出発後に動き出した台風により急速に、天候が悪化し、皇帝に、遅れが出たこともあって、 頂上付近へ到達したのは午後8時という非常に遅い時間だった。この頃にはすでに暴風雨になっていたため小屋に避難するが小屋の損傷が激しく焚き火をするための燃料もなかったため暖を取れなかった。雨が氷結したとの証言から気温は冷下にまで下がっていたものと思われる。一度は午前9時頃まで小屋の中で耐えるものの暴風雨は収まらず生徒の一人、 平井実が低体温症で死亡する。さらに古谷時松、唐沢武雄の二人が低体温症で人事不正の状態に陥ったことから下山を決定する。清水君んが固く小屋を出ることを禁じていたが、パニックを起こした生徒が飛び出したという説もある。蘇谷君んが救助を求めるために先行し、赤羽校長が唐沢を、清水君んが古谷を背負い小屋を後にした。 脳外家付近まで到達したところでさらに寒気と、風雨が強まったことで、唐沢が池を引き取り、赤羽校長も力尽きた。清水訓道が背負っていた古屋も死亡する状況の中で、必死の下山を続け、ようやく高木のある樹林帯までたどり着くが、指導者である校長が死亡し、二人の訓道も前後に大きく離れてしまったため生徒や同窓会員たちは、 自分の判断で行動するしかなかった。生徒たち20人余りは死の危険を犯しながら午後1時頃にようやくうちの茅ヤにたどり着き村人たちの救護を受けた。遭難の救報を受けたうちの茅ヤと周辺の村ではすぐに救助隊が組織され、中身の和駐在所のモテ巡査をはじめとする20人が出発。稲警察署から40人の捜索隊が組織され、 軍役所からも、初期と医師が、寺予行からも二十数名が、阿コ文書から巡査三人と補助の妊婦数人が出発した。中身の和村の八ヶ所の消防府六百から七百人も捜索のため集められた。午前一時に第一次捜索隊が出発し、安否不明者の捜索が行われた。この捜索隊により、赤羽根校長と唐沢武雄が収容された。 午前7時に170人、近い大人数からなる第二次捜索隊が出発し、午前11時頃内の蚊付近で迷っていた、有賀茂雄、小島里氏の二人を発見した。二人は下山中に道に迷い、登ってきた道ではなくゴンゲンズルネの稜線を下って、うちの茅屋の近くまで到達したものと思われた。また、低体温症で倒れている。 清水君堂と生徒二人を救助したほか、五人の遺体を発見、収容した。後に発見された遺体と合わせ、最終的に死者は11人となった。この遭難事故は、気象遭難に分類されるものであり、厳しい気象条件下にさらされる状態に陥り、低体温症を引き起こしたことが、主な要因である。ありがとうございます。